はい、これからご紹介する一冊はですね、これもなかなかいいですね、自分で始めた女たちという本です。でこれは、ですね、とっても素敵な本で、こう紙の質感もですねすごくいい感じですね。でここに登場する女たちですから、出てくる女性、そしてその女性たちの考えること、こういうものもとっても素敵なものがいっぱいです。そういう素敵なものが一冊の中にぐっと詰まった本に思います。そしてですね、タイトル今お話ししましたように、自分で始めた女たちというふうに、自分がで好きなこと、夢に向かって仕事を始めたというような人たちのことなんですが、副題がですね、好きを仕事にするための最良のアドバイス&インスピレーション、こんな副題がついています。言ってみれば、好きなことを追いかけて、こんな風にしたらこんなことになったというようなことが詰まっているんですね。ここに登場するのは、そういう人たち112人の女性です。いろいろな職業の方います。料理研究家だとか、デザイナーとか、ミュージシャン、陶芸家、そんなに大きな部分じゃなくてもですね、こういうパン屋さんを開いた、何を開いたっていう方も含めてですね、皆さん様々な人たちです。共通するのは女性ということと、夢に向かって飛び込んだというようなところが共通点なのと思います。これはこの著者がですね、やっぱりそういうものに、自分で何をやりたいか、何になりたいか、どんな仕事をしたいかっていうことの時に、好きなことをやりなさいってやっぱりこうよく言われたりするんですが、その好きなことと言っても、実際に自分で見たことないもの、知らないものにはなりようがないということ、当たり前ですね。だったら、じゃあこんな風に見せてあげよう、教えてあげよう、こういうことから作ったのがこの本になります。こういう仕事はこんなものだというようなことが、そんな仕事があるんだというようなこと、こういうものがいろいろわかると思いますね。それぞれ理屈だとか話だけではなく、人の顔があって、スタイルがあって、年齢も様々です。そういうものを写真で合わせて見せることから、イメージをしっかり持ってもらえるというふうに作りました。これ日本人じゃない、アメリカ人だから、国が違うからっていうことは全然ないと思いますね。参考になるヒントはぎっしり詰まっていると思います。むしろ日本のある、今まで周りにあるような職業だじゃないような部分も含めてね、またそういう考え方の部分で言ったら、いろんなこれと同じことをしろというわけじゃないですから、ただヒントになることがびっちり詰まっていると思います。これから起業したいけれども、どうしたらいいかなっていうようなことで迷っている方にはぜひおすすめです。女性ばかりじゃないと思います。男性でもいいと思います。こんなにいろんなことがあるんだなっていうことが分かるだけでも、大きな勇気や力がもらえると思います。今日はこの一冊です。